まあ、今日一日本当長かったですね。もうな待つのが長くて、まあ、なんとかして気持ちを途切れさせないように、準備を怠らなかったおかげで、まあ、スコアはちょっと伸ばすことができたなと思います。そうですね、昨日は最終ホールとか特にリーダーボードを気にしてしまって、まあ、ちょっと緊張する場面があったんですけど、まあ、今は、まあ、なんというかそういう緊張というよりは、まあ、すごいいいフィーリングで臨めているので、まあ、ちゃんとケアをしっかりして早く寝るとかで、まあ、明日の朝早いスタートをちゃんと今日の流れを切らさずに、プレーしたいなと。